はい、それじゃあ続きやっていきましょう。はい、今ね、シンプルにアーケードしそうだった。普通にもう普通に押しそうだった。危ない危ない。もうね、度重なるいやー、俺らいつ終わるんだろうねこれ。25歳までだっけ。え、そんなに？あったよ確か。マジで25だったかな。え、でも3歳ずつでセーブできるってことはさ。違う、終わりが。いやマジで。いや、わかんないよ。え、言うて10、あ、そっか。いやでもなんか最初のカラカラカラってなるところにさ。マジで？それマジ言ってる。ほら。ああ、お前見逃すんじゃないよ。いや、見てた。心の目で見てた。はいはいはい。心の目か。じゃあやりましょうか。やりますか。ちょっと俺今からね、本気出すわ。超本気出す。本当か？ちょっと右目の封印を取っときゃ必要だから。おい、12秒。おお、本当に。あ、ダメだ。右目の封印1分しか持たない。ゼアス、懐かしい。え、ゼアスわかんない。あ、ごめん。え、俺コスモスしかわかんないんだけど。毎度お騒がせします。おい、スタボルだぞもう。え、ちょっと右目の封印さ、1分しか持たないっていうか。あ、取ってた。鳩も鳥じゃね？これピュアゴールドだよ。ラガーじゃねえか。だってそのビールのこと分かるわけないじゃん。何？さだまさしでいいよ。合ってたよ。ゲーマー。あ、遅いぞ。ニトログリセリン。グリセリン。はい。はい。俺仕事してね。右目の封印がね、解かれたからね。これは任せて、次からもうダメ。左目の封印解いてもいいけど、ねえ。何すか？じゃあ、ポチの服。ポチが気になるんだけど。ちょっと見てみようか。どういうこと？ポチって犬だよね、多分。犬だよ。お前はそれでいいのか！待ってくれ、お前。なあ。てかさ、お腹のこれ、ドラ。犬型ロボット。便利な道具が。出てきます。ワンって。オタクが増えちゃったよ。どうしようもねえな。やだな、俺。変わんねえな。もうさ、いいんじゃねえ、オタクで。まあ、これでいっか。根っからオタクってあれじゃん、もう生まれつきのさ、あれじゃん。お前の子供だって。イエー。綺麗な問題。もう軽いのがさ、軽くなかったね。いろんな意味で軽いやつだった。物理的に軽かったね。え、資生堂？資生堂もそうだったじゃない？あ、資生堂。ラフルズ。タイじゃないの？じゃあマレーシア。シンガポールだよバカ野郎。ごめん。俺が言うなんだけど。もちろん。じゃあ。おお、よかった。あれ松島じゃなかった。宮島なんだ。ダメだな。ごめん、俺野球はからっきしです。古田さんじゃないわ。おお、合ってた。知らないよ、俺もわかんないよ。あ、これはね、阿南きのこ違った。え、じゃあ安西さん。伊藤だよバカ野郎。いや、お前もいいんじゃない環境って。おお、でも SE100 戦だから。環境か、そりゃそうだよ。アーモンド。じゃあピスタチオか。ごめん、本当にごめん。福の内。傘の内。ナイス。いいよ、ナイス。本当ナイス。超危ない。危なかった。日本語喋ってくれ。下が回んない。あ、そう、しょうがない。だってさ、小学校内でいろんなことに私、ガールスカウトって何？ボーイスカウト。ああ、バレエやらせてみるか。なんかバレエと色キャップしそうじゃない？狙ったなお前この野郎。俺か？お前でしょ。俺か？お前だよ。悪かった。ほら、俺はガールスカウトってなんだろうねって言って、ガールスカウト寄りの意見だったよ。すまなかった。でもお前は「いやお湯のバレーがいいでごわす」とか言うから痛い。ごめん許して。あとで覚えてろ。忘れる。でもほらお前のお望み通り色気が伸びたね。おおいいねいいね。お父さんねロングの方が好きかな。なんかこれじゃない感があったよな。お色気だったらね髪の毛伸ばした方がいいと思う。セミロング。いやわんぱくなお色気も素直な色気ってなんだよ。どういうこと？ネイチャーこれ柳田じゃなかったっけ？はい違う知らねえ。柳田国男はなんか妖怪とかじゃない？ああそっちか。え入れたの何？はい、キャラメル。よっしゃ。あ、ナイス、危ねえ。お前の方が100点使った。キャラメルテーマ。一つ。なんだっけ、100？ ごめん。じゃあ300。よっしゃ。ナイス。知らねえよ。300大根。でいいのかな、読むから。ごめん、わからない。じゃあこれ。ナイス。おー、よかったよかった。本当にナイス。危ない。協力していこう、これは。アディダスでいいや。じゃあナイキでフィラか。ちょっと待ってくれ。何それ、何そのかっこいいの。ああ竜にはそれだと思ったわ。だからリーグわかんないって。近畿じゃなかったっけ？あ違う、日本体育ね。知らないよ。あと1問あと1問。頑張れ知らねえ。何キロだ？じゃあ俺、1回しか答えられない。もうどれか選ぶよ。よっしゃー！よかった。喉が痛い。夏祭り、綿菓子にしたよね、さっき。じゃあないっすよ。おめにしとく？さっき言ってたし。そうだな。何のおめんだろう？怪獣かな？般若のおめん。子供に。ダメじゃん。どういうこと？だからおめえかぶってるから。そういうこと？いや間違えるなよ。お前ら俺ら同格だぞ、同格。なんかオタクだけすっげえ伸びようじゃない？ちょっと思ったのと違うな。戻っちゃったよ。中学さ真面目んとこにしない？いやもうこれはこれで可愛いと思うけどね。いや中学はお色気にしてるから。お色気絶対やばいぞ。なんか俺ね、お色気の方がね、なんか瞬発力が働く。違う、白文。ナイス、オッケー。ああもういいよ、ミスはカバーするよ。位置が。ベンゼン。ポリマー。全然違った。あえてフェトチン。ナイス。いいよ。オタクしか上がらねえ。やっべ。シャロンストーン。違う。あえてマリリン・モンロー。全く違うね。初代パンクラスの幼児。は？なんで俺同じ過ごしたの？ごめん。どこだっけ？ナムコ？じゃあセイガー。トミーだった。ダメだもうこれ。これダメだね。諦めよう。ナイス。よし。無言になる。何？ヤンキースから。ヤンキースいいよ。ヤンキース全然違う。ダイアンツだったか。なんかもう慣れてきたね。ゲームオーバー。疲れてきたね。なんかだんだんゲームオーバーにも動じなくなってきたような気がする。なんか逆にゲームオーバーが楽しくなってきたよね。もうそういうゲームなんじゃない？そうだね。これね、どれぐらいゲームオーバーできるかっていうゲームだね。ド M かな。やばいな。もうさ、時が進まない。そうだな。ゴールドなんたらエクスペリエンスみたいな、そんな感じの。隠れてなかった。なんかその先のなんたらかんたらには何がいいのかって真面目に考えちゃったじゃん。なんか続きあったっけと思って普通に考えちゃったじゃん。ごめん。ゴールドなんたらのところにエクスペリエンス。ゴーストエクレミスレクイエムとかそういう感じか。ごめん疲れてきた。俺も大丈夫、疲れてきた。ここにジョルジュがいたら怒らしたな、きっと。はい、またここからか。はあ、もう見慣れた。この BGM を聞き慣れてきた。なんかさ、同じ問題なかなか来なくない？たまに来るレベル、本当に。だからつまりは分かんないって。これ13勝だからちゃんと。あ、7級。あ、マジで。おお、すげえ。なんで分かんない？いや、なんとなく。おお。あ、1500。出たね、ようやく。キャノン。ナイス、いいよ、いいよ。これで色々上がんの？いいよ、やっぱカメラ撮影でね、グラビアだからね。ピュアで。いや、ごめん、わかんない。テレビドラマ。じゃあ俺、これするよ。おーおーおー。ナイス。なんだっけ。これ確か4倍だよ。3倍じゃないか。2倍じゃないかよ。ちょっと、俺も割とドヤ顔で言ったんだけど、恥ずかしい。46億。よっしゃ。くっそ。来た。分かったのね。オタクしか上がらねえ。でも、お色気上がってた。あ、でも、よしよし。待って。オタクなお色気ってちょっとどういうこと？コスプレイヤーかな。将来不安になってきたね。不安になってきた。サンタの服にしよう。ああ、そうしよう。なんかこれが一番なんか安定だな。安定だね。なんかもうおかしいでしょ。お金もまあまあでそこまであれだからね。ポチそれでいいのかって感じだけど。てかさ、頑張ってる子にさあげる服じゃなくね？全部よく考えたら。もうちょっとなんかないかな。この両親ちょっと頭おかしくね？俺らなのか。選択肢のあれだけどな。お、変わった変わった。よしよしよし。はあ、はあ、喉が痛い。俺も腹が痛い。綺麗な問題で突破できたよ、ね、割と綺麗な問題いいかもしれない。じゃあ綺麗な問題でいこうって思ったら落としてくるかもしれない。それな。え、これ集英社でしょ。じゃあ小学科。学研なんだ。てか小学科なわけねえよな。小学科じゃないな。あ、さっき出た。なんだっけ。あ、マレーシア。いや、タイだ。シンガポール。どっちもちげえじゃねえか。なんかさっき似たようなことやった気がする。やったよね。出た。え、確かこれさ、鉄じゃなかった。毛皮じゃなかった。ごめんね。エメリーボードって何？わかんない。え、爪っぽいな。ナイス。危ない。花、両手に花。ふう、ナイス。美食家グルメ。おお、そぶりを押そうとした。危ねえな。え、星座なんか語呂がいいから88。イエーイ。すげえ。イエーイ。俺イエーイ。もしかすると俺お色気系強いかも。頭がピンクなんだよ。イエーイ。そろばんやらせてみる。ガールスカウトやらせてみる。あ、かわいい。今日はキャンプで楽しいな。わんぱくに増えた。わんぱくが一番安全なんじゃないかなって気がしてきた。じゃあもう一回やり直しになったら、そろばんじゃなくてもうこれ選ぼう。なんかいい感じに、いや、バランスよく育ってきたよ。変わらないな。いいじゃん。セクシーな真面目ってどういうこと？あれだよ、時折なんかあれなんだよ。あ、そういうこと。半目を外したくなるほどね。ちょっとハート増やしたいな。え、剣豪だったら、まあ、剣豪だったら山本武蔵しか分からなかったもんね。はあ。あ、なった。なんだっけ。足。じゃあ俺これにしとくね。島原。ナイス。ごめん、俺押さなきゃよかった。まあそういうこと。ごめん。洗礼名これゼロにも。おお、なんとなく覚えてた。嘘だけど。ジェロニモ指導者にアパッチじゃないか。ナイス。俺ちょっとエスキーも必要になったよ。よかった。危ね。あ、これいけるぞ。え、ドイツ。イギリス。フランスだった。あれ、流れがやべえ。流れがまだ大丈夫。リポビタン。じゃあ俺アレナミ。グロさん、やべやべやべ、油断した。流れが住友、三井か三菱、三菱だった。やばい流れがよろしくない。ここでちょっと待ってあそうだ、プラズマだ。ナイス。ええー、じゃーい。変な声出た。あと何年だ、あと2回ぐらい。これあ、夏祭りだ、まだ夏祭りだ。射的にしてみるか。そうだね。君は将来立派なスナイパーに育つんだよ。下平平みたいな。あ、可愛いじゃん。おお、妙に様になっている。やばいな。ちょっとやべえな。やばいな。もしかして俺が言ったこと割と当たってる。やっべえな。女スナイパーとかかっこよ。背後に立ったらやばい。わんぱくめっちゃ伸びる。てかもう語彙力が俺なくなってきてる。いや、わかるよ、気持ちはわかる。だんだんぶっ壊れてきてる。疲れた。ここ超えられない。ここ超えたっけ、一回。まだ超えてないか。ああ、ここからじゃない。もう覚えてないな。はい。同時に間違える。あ、これわかる。お、よしよし。ナイス、いいよ。わかるもんだ、確実に取ってくれ。不死となり、永遠にライバルっぽくない。じゃあ永遠に美しく。おお、イエーイ。ごめんね。いや、しょうがない。全然いいよ。これカルボナーラ。ナイス。危ねえ、俺ボンゴレになりそうだった。ボンゴレは違う。スパゲッティだったな。俺はあえてキャノンを押すぞ。じゃあ、コニカ。知らない、キャノンしか知らない。キャノンぐらいしか聞いたことない。何それ。イレイザーヘッド。ナイス。いいよ。あと1問。いけるよ、これ。ナイス。よっしゃー。迫田さんかっこいい。超かっこいい。ありがとう、ナイス。レクさんもすごい。イェーイ、語彙力ねー。もう使ってきた。アリアが嫌いなやつを熱く弾いて。これはね、ごまかして食べさせよう。そうだね。いきなり怒っちゃダメだからね。まあね、ほら、ハンバーグとかでさ、そう、刻むじゃん。こっち側のね、そういうなんかね、なんだろうね、あれも一緒だからね。本当にハンバーグだったね。お前すげえな。俺、いつも無理やり食わされてたね。なんでオタクパラメータアップしたのわかんだ。あれか、オタクはごまかす生き物ってか、やかましいわ。俺、どうしたんだろう。怖いってきてんだよ、もう。テンションが、オタクアップしたんですけど。すげえ上がるない。もう。このままいきそう。なんかバランスよくさせるから、そろそろ普通に色気も上げよう。じゃあ中学絶対やばいけど。中学絶対色気にするよ。絶対やばいぞ、名前。96年だったな。あえて大雪。やった。ごめんね。しょうがない、どんまい。自信かと思った。頂上。ごめん、なんか選べなくなったんだ。一人だけなんかシューベルトというか。エルメス、ティファイン、あ、カルティエ。全然知らねえ。やばい。川じゃない。おお、ナイス。あぶねえ、普通に内臓と答えるとか。エビ、タイ、タコなんだ。あと1回しか間違えられないぞ。知らないよ。ナイス。当たってたよ。いいよ。テトリス。ごめん。ナイス。よかった。だから急所なんだ。へえ。ナイス。そかどかで迷ってない。ごめん、俺今完全にね。あれだったわ、足引っ張ってた。ソ連がドイツで迷ってた。アリアが大事な壺を壊してしまいました。あらまあ、どうする、どれにする。とりあえずお仕置きかな。悪いことしたらいいんだな。あ、ダメだったかも。これはお色気アップが真面目だったよ。でもまあ悪いことしたらちゃんとね。お父さん老けたな。てか勢い絶対やばいだろ。ダメだろ。あ、もう語彙力があれ、そろそろじゃねそろそろセーブしてちょっと休憩しないと本当にもうやばいしか言わなくなる。まあでもあともう少し頑張ろう。これで終わったら泣くぞこれでゲームオーバーだったらやめようあ、これあ、流れちょっと待ってよ、何それ。ダブルクラッチシュート、ブロックショット、ナイス。いいよいいよ迫田さん、よかったよかった。え、何、え、ごめん、俺バルさんしかわかんない。マグナムか、これ来たの終わったな。アルコールかな。あ、そうなんだ。もう諦めようぜ。諦めるか。よし、何年だろう。28年。あと3問もあるんだけど京都だから栗林。ナイス、いいよ。でももうダメだ、ダメだなこれ。あ、待て待て、え、なんだ、ドラえもんじゃないか。ナイス、あと1問。いけるいけるいける。何して、わかんないもうなんか時間もちょうどいいんで、そうね、終わりましょうか。終わりましょうか。はい、はい、お疲れ様でした。